皆さんこんにちは、インの小林業の採用担当の児玉と竹内です。早いですね。早いです。はい、本日は4月になりました、新入社員研修についてお届けしたいと思います。今日全部早い。はい、はい、今年はいつもより多くの新入社員が入社してくれたんですね。そうですね、今年は高卒生で5名と、大卒あと専門卒の方で、14名、合計の19名となっております。はい、いつもはまあ10名前後の入社なので、19名となると過去最大ということで、はい、で、皆さんですね、4月1日から入社しまして、現在、まあ、新入社員研修真っ盛りですね。はい、まあ、インド小林業、まあ、山から住宅までいろいろやってますんで、研修内容っていうのも結構幅広い研修なんですよね。そうですね、まあ、ちょっとインド小林業ならではの内容もたくさんありますんで、そちらの様子をお届けしたいと思います。それでは新入社員研修の様子行ってみましょう。レッツスタート。邪魔なタッチを切って位置をつけて、それから増材して、で、あのフォワーダーあるのかな、あるある、青い原木を積むフォワーダーっていうやつに積んで、ヒルトバーまで出すっていうのが一連の作業になってる。この中がちょっと黒っぽいのが杉ですね。まあ、黒とだったり赤だったりするんですけど、ヒノキの方がどっちかというと、もう中が白いです。で、年輪幅っていうのは、これは結構詰まってますけど、杉にしては。大体広いですね、成長が。はい、こちらで、はい、いい、オッケー、はい。5万
号線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 まだ中で大工さんが作業されてます。さっき竹内さんが言われた通り内装工事やられてますので、でそのたるきを受けるためのものでお待ちしております。これうちの工場でやったのがこういうの、これをよっこい、これをアリのメス側にカポンと入れたらひときがするで、ここの中にまずこれを組んで、そしたらその中にサッシをはめて窓を張るっていう作りになります。あるちょっと変わった作りになってますね。で、ここは基本的には平屋です。はい、すごい綺麗ですね。あとやっぱ先に構造を見たので、ここの辺に柱あるのかなとか考えながら見るのが、今までと視点が違って楽しいです。なるほど。建築の、はい、はい、どうですか、実際建った家を見ていろいろと。やっぱ建てる途中とかはよく見るんですけど、やっぱり完成したものはもういろいろ、完成したものもいろいろ見てきたんですけど、やっぱ全然どれも特徴があってすごい感動しますね、毎回。壁の内側の骨組みがどういう風になってるのか初めは知らなくて、結構複雑で強度もしっかり考えられて作っているなと思います。